친남친안녕하세요연정입니다今日は皆さんと韓国の正月になると必ず食べる餅スープ作ってみたいと思います。もう今頃あれねと思う方も多いと思うんですけれども、やっぱり日本と似てますよね。日本がお雑煮スープがあれば韓国はトックがあります。なので今日は昔ながらの伝統ありの正月のトック、皆さんと一緒に作ってみます。トックは正月の代表的な餅スープなんですけれども、韓国は本当トックが大好きで、年がら年中食べます。学生の食堂でもそうですし、普通の小さい定食屋とかも、トックってメニューが入ってるところが多いぐらいよく食べる餅スープなんです。正月に作るトックは、朝早くから始まります。先祖様に見守ってもらった感謝の気持ちと一緒に、1年間家族が健康でいますように、また1年間無事に過ごせますようにとのことを祈りながら心を込めて作るのがこのトックだと思います。お祝いとして昔から貴重だった牛肉を入れたり、彩りの錦糸卵とか入れるかもしれないです。なので正月の朝はトックをゆっくり食べながら1年間の話をするのが韓国の文化なんです。あとちっちゃい子供とかにはたくさん食べてほしいので、一皿食べると1歳もらえて、2皿食べると2歳もらえて、食べる分だけ年が上がっていくよというのことで、みんな競争して食べながら、お姉ちゃんを抜く、お兄さんを抜くというの。私も小姉妹だったので、お姉ちゃんたちがみんな優しいわけではなく、特技いっぱい食べてお姉ちゃんの上にいて、お姉ちゃんをポコポコするというの気持ちですごく食べた記憶もあります。そのぐらい小さい子供は今も信じてる子供が多いです。今日の心を込めて作るトーク、私の場合は皆さんがまた1年韓国料理が楽しくできますように、そして皆さんと私の家族が健康で無事に過ごせますようにというの気持ちで今日楽しく作ってみたいと思います。今年も皆さんと韓国料理を楽しく作って楽しくお話ができることを楽しみにしてます。どうぞよろしくお願いします。そして皆さん、새해복많이받으세요。始めます。じゃあ特訓なんですけれども、韓国の特訓だったら何でもいいです。どんなブランドでも美味しいと思います。最近は普通のスーパーでもたまに特訓見かける時があって嬉しいですね。特訓なんですけれども、ちょっと水にさらしてから使いましょうね。あと、もし家に古い特訓がある、ちょっと冷凍した特訓がありますとかだったら、水に30分くらい漬けといてからやった方が柔らかくなりますよ。忘れないでね。今日の具の材料なんですけれども、特訓はね、普通の正月だけではなく、皆さん本当に年がら年中よく作ります。特にやっぱり冬はよく作って食べるんですけれども、ただ煮干しと昆布のだしでもやりますし、皆さんが好きな牛だしだで簡単に作ることもありますけれども、今日は昔ながらの正月の伝統的なトックを作りたいので、牛肉買ってきました。牛肉何でもいいです。ない時には豚でもいいんですけれども、できれば牛肉か鶏肉でもいいです。私は今日牛のカルビの肉買ってきました。それはやっぱり形も昔ながらの伝統のトック作りたいから。だけど、切り落としてもいいですよ。カレー用の牛肉でもグッといいと思います。手頃のもの買いましょう。あと野菜はね、ほとんど入ってないの。正月は牛肉のトックを食べますので、今日はたまたま小ネギあるので小ネギ入れてますけれども、長ネギ入れていいです。だけど皆さん、トックは白いでしょ？なので、こういう青が見えた方がいいので、長ネギでも青いところを輪切りにして入れるとグッと。あと椎茸入れても入れなくてもいいです。牛肉入れば椎茸入れないところもありますけれども、うちは昔からお母さんも入れてました。じゃあこれは錦糸卵作りますね。じゃあカットしてみます。じゃあ椎茸は普通にスライスでいいですよ。厚さも
暑くてもいいんじゃない？ネギとか小ネギとか入れ、ニラはあんまり入れないですね。で、これはトッピングなので薄い輪切りします。じゃあ肉切ってみますね。あんまり油ないもの持ってきました。どうせ炒める時にごま油ちょっと入れますからね。だいたい 150g、 100g から 150g 入れましょう。あと肉は火に入ったら縮むでしょ。なのでだいたいね、8センチぐらいの、やっぱりカルビ肉いいと思う。こういう油とかもでも入りますよ。だって旨味になるもん。だいたい 0.5 センチ。じゃじゃじゃーん。こういう 0.5 センチがちょうどいいと思います。じゃあ今日卵は皆さん白身と黄色身別にしますけれども、これ一緒にやっても普通の日本の錦糸卵でやってもいいですからね。塩ちょっとだけション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 、ちゃんとこうね切っておきます。黄色もどうしても黄色は少ないでしょ。私はいつも白身ちょっと揚げてます。黄色身もちょっと柔らかくてもっと美味しい。こうね同じ量でやりましょう。ここも水切ってスタンバイ OK。 じゃあまずごま油を大さじ1ぐらいやりましょう。今日2人前作りますね。でもごま油と、私はごま油だけどちょっと足りないのでオリーブオイルちょっとだけ入れます。ごま油好きな方はごま油 1.5 でもいいと思います。牛肉炒めていきます。入れちゃおう。じゃあここに臭み取りのためにもニンニクほんとちょっとだけ、小さじ3分の1から2分の1で十分、気持ちだけ入れてます。皆さんしっかり炒めた方がいいので、火や中火から若干弱火でもいいと思います。表面の色が変わるよりしっかり火を通したいです。で、今日も煮干しと昆布のだし汁使いますので、動画の最後でだし汁の作り方確認してください。で、もしだし汁ない方は、こう今日はね2人前だったら牛だしだとか煮干しのだしだ、私小さじ1でいいと思います。もちろん鶏ガラスープでもいいと思う。こうになったらまず皆さんだし汁1個だけ入れます。いっぱい入れないのはまずこの牛肉に味がしっかり染みてほしいんですね。醤油スープの味付けを今すると思ってください。黒いスープじゃなく色付けするだけなので、醤油大さじ1でいいでしょう。あと最近よく出ますね、カナレエキス、イワシエキス、ナンプラとかある方、こういうカナレエキスとかの苦手な方は醤油だけでいいです。醤油 1.5 でいいでしょう。これちょっとだけ入れます。これで深みも出ます。椎茸入ります。椎茸も醤油味がしっかり入るようにこのまま1分ぐらい炒めます。うん、しっかり醤油味いいね。じゃあ1分経ったので、皆さんここにだし汁入ります。じゃあここに見ると皆さん牛肉のね血のカスとかも結構出てますので、これアクシート今日使いますね。もちろんスープで昔は取りましたけれども、これより便利なものはないですよね。家でしゃぶしゃぶする時でも何枚か用意してずーっと綺麗なだし汁で食べてますよ。少し火が通ったらこれアクシートも取りますね。じゃあここに皆さん沸騰してきたのでこれ取りましょう。ちょっとわざと上にもカスを、ほら、こんなに皆さん真っ黒になってきます。すごい綺麗に取れます。もしちょっと残った時にはこれをここにね少し入れるの。そしたらみんなくっついてくれる。これ全部カスです。ちょっと濃いだし汁のようになってますね。ベストの色特入ります。それでもうちょっとカスあるでしょう。ここにここに取りましょう。すごく綺麗でいい色になってます。特ってねすぐに柔らかくなって、皆さんこんな澄んでるシップで終わりになる方多いと思います。特はこの餅からの米の風味が溶け込んでほしいので、少し濁った色になるまで煮込んだ方がいいですね。なのでちょっとね煮込みながら見ますけれども、確実に私は5分以上は煮込むと思います。皆さんこの火加減ね、中火より若干弱火にしてゴトン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 5分以上やっていきましょう。うん、蓋閉めていいですよ。錦糸卵作ります。油ちょっと入れて、油ちょっと多かったですね。ちょっととろ、まず皆さん熱くなったら黄色い先やりましょう。白身はね熱に弱いのでブクブクなっちゃうの。半分ぐらいでいいでしょう。皆さんこうにスプーンでやると楽だよ。
紐半分ぐらいだけ当てる感じにして四角にやりましょう。いいでしょう、完璧。ここが今火当たってるので、私はここに白身やります。そしたら一気にできる。じゃじゃじゃんじゃじゃじゃん。じゃあ今度はこっちに火当ててます。でも不安な方は別々にやってね。私せっかちですから。いい感じになってますね。ひっくり返すときには皆さんここに切れば別々に作ったのがここに取れます。これもここも火通ってる。やらひっくり返さなくていい。白身だけひっくり返してジューッとちょっと伸ばそう。こんなに簡単にできましたよ。白身はちょっと長くそのままします。もう言いましたけれども、白身ジグジャグしたらせっかく綺麗に作ったもの汚くなっちゃう。上から下上から下、自信ない方少し太めでもいいから上から下。いいですね、それですそれです。もうね、黄色身は楽々だって、しっかり力あるもん。これは少し普通に千切りしてもいいでしょう。じゃあ5分経ってきました。おお、私が好きな色、見たらすごい分かったでしょう。最初と違く濁ってきましたね。これが特訓の色なんです。皆さん、たまに外で食べたりして澄んでるスープで出るとちょっとやっぱり寂しいです。このぐらい米の旨味が溶け出さないと。これでもな、皆さん塩感じだけやればいいんですけれども、ちょっと味見してみますね。ちょっとね、ちょっと薄味の方は今でちょうどいいと思います。私もこのままいいぐらいに美味しいんですけれども、多分うちの息子たちはこれ薄いでしょう。塩ちょっとだけ、私ちょっとだけ入れます。皆さん塩は皆さんの好みでね。これ召し上がると韓国人でも、あー特訓の作り方わかるねってね、感動するぐらいの味になってると思います。もう一回飲みたくなりました。変な意味なんかね、深いコンパン飲んでる感じなんです。牛肉とかもカツとか出てますけれども、最初から炒めて旨味をここに全部足した方がいいです。これで特訓出来上がり。ちょっと盛り付けてみましょう。やっぱり特にはこういう皆さんと一緒に作った大根水キムチとか、冬に作る本格的なトンチミがあると他のものいりません。もともとはここに大きくやりますけれども、ちょっと切ったものもあるので切ったもの足してみますね。今度一緒に本格的なトンチミ作りましょうね。冷たくて美味しくなった白菜キムチもカットして食べましょう。特訓の器はこういう深みがあるより浅くて広いものの方が本番です。じゃあ皆さん、今のように牛肉と椎茸きれいにのせた後は錦糸卵を、あと食べる直前に焼き海苔とか韓国の味付け海苔少し入れた方がセンスがいいと思いますよ。これで皆さん正月に大切なお客さんがいらっしゃった時とか、家族に感謝の気持ちで作る特訓できました。特訓の米から出てるとろみで最後まで温かく召し上がれます。水キムチとっても簡単に失敗なく作れますので、4条の動画見て作ってみてくださいね。じゃあ皆さん最後まで温かい特訓一緒に見てくださってありがとうございます。그럼안녕히요。새해복많이많이받으세요。韓国の基本のだし汁の取り方です。韓国は基本ね、煮干しでやります。なんで煮干しと昆布、まろやかな味を出すために長ネギの青いところを入れるといいですけれども、青い長ネギがない時には玉ねぎを 100g ぐらい入れるといいですよ。もし人参とかちょっと残った時にそれ一緒に入れるのもいいでしょう。煮干しはね、サイズがちょっとバラバラになってるけど、皆さんが普通にスーパーで買ってる中サイズの煮干しを20個ぐらい入れればいいと思います。あと昆布は測ってやりましょう。 10g あればいいでしょう。もちろん温めてやるのもいいですよ。でも私はそのままずっと入れてきたので、そのまま入れてやります。だし汁の水は 1.5 リットルから2リットルでいいでしょう。ネギも割って入れます。煮干し、昆布もちょっと長かったらカットして入れましょう。じゃあこれで沸騰するまで強火です。沸騰してきたら火をやや弱火。この表面見てね皆さん、この少しはブツ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 する感じにして、ここから蓋閉めて15分やります。じゃあ15分経ちました。皆さんこれね、やや弱火でも、これ表面見て、これ覚えてくださいね。今みたいにグツ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 少し元気いいでしょ。このままずっと15分です。火消します。色も見ましょう。あ、この色ならもう納得。
このスープがあれば、スンドゥブチゲとか、韓国の된장チゲ、キムチチゲ、カルグクス、何でも美味しいスープ料理、麺料理、できます。これが韓国料理のどこでも使える煮干しと昆布のだし汁です。